これで最後のミサイルまできっちり発射しました。最後まできっちり使いたい人は下の方をつまんで振ると思ってた以上に使えます。弾数が多いからどのタイミングで使えばいいかわからない感じかな。ちゃんと真面目に現地の教本を読んでない証拠ですね。どうも皆さんこんにちは。今回もやっていきましょう、モダンウォーシップス。今回の主役は新しく追加された中国の爆撃機 H10 を使っていきます。名前の通りこの爆撃機には駆動軸が8軸あります。確かに鉄道の機関車で H は駆動軸数が8軸であることを表すが、爆撃機だと全く関係ねえから、今回はこの爆撃機をシュトルムに乗せてプレイしていこうと思うよ。今回はシュトルムに乗せて試してみるわけだな。なお今回爆撃機の性能の検証はイェール大学の教授の指導のもと適切な条件下で実行します。爆撃機の性能を確かめるためにはオーバースペックすぎる人材、他の武装に関しては画面の通りですね。今回の編成で一番重要なのはこの空母に旭日旗を掲げてること。これでこの船の性能はおおよそ2割増しになります。精神論を利用した悪徳商法ということで、今回の編成はこんな感じで、では装備も整ったので実際にプレイしていきましょう。マップは未踏の岩、ここの遮蔽物は基本的に背が低いので航空機が結構戦いやすい場所ですね。あと電線がないのでタコ糸が引っかかる事故が起きることもなさそうです。なんでこのマップの中でタコ揚げする前提なの？お正月の遊びといえばタコ揚げだからね。この動画投稿される頃には三が日過ぎてますけど、だからこれを見てるみんなも動画なんて見てないで外でタコ揚げしようぜ。言ってることが菜食主義の焼肉や。まずは戦闘機での索敵からですね。今回使っていく戦闘機は新進です。画像がどう見ても戦闘機じゃないんですが、このパンダが戦闘機新進の進化前の姿です。まだコイキングとギャラドスの方が原型とどめてる。戦闘機での索敵が完了したので、いざ爆撃機を出発させます。結構かっこいい後ろ姿してるな。この爆撃機の武装はミサイル3枠と核爆弾2枠です。特にこの核爆弾の弾数が2発あるのが結構強い。こんな感じで新型爆撃機のレビューを終わらせまして、ちゃんと使ってからレビューしたらどうなんだ。Amazonの星を届くのが楽しみです。レビューじゃねえんだから。ということで最初は正面の位置にスポーンしたマサチューセッツを攻撃します。マサチューセッツはかなりの強敵になるからな。おそらく敵の死角であろう位置にいますので、落ち着いてミサイルを発射します。一応一つずつ丁寧に着の仕様を探りながらですね。敵はどうやら着を使わないようだな。弾数が多いからどのタイミングで使えばいいかわからない感じかな。ちゃんと真面目に原付の教本を読んでない証拠ですね。ミサイル回避の着が原付の教本に出てるわけねえだろ。そしてある程度ミサイルを発射したので核爆弾も投下しました。これ一発で今なら5万3000のダメージですね。今なら入れるとテレビショッピングっぽくなるわ。それはそれで狙い通りなので OK です。なんで狙った？敵艦の体力はまだ残ってるので、もう一往復して攻撃しようと思います。これで確実にとどめになるな。さっきよりも四角にいるから余計ミサイルの命中する可能性は高そうだね。撃沈できたな。では次の敵艦へ攻撃目標を移しましょう。次は近くにいるシャコフだな。ミサイルの弾数が残り少ないので確実に命中するように丁寧に攻撃します。あと丁寧な編集も心がけようね。まず動画の誤字脱字をなくしてからこれで最後のミサイルまできっちり発射しました。最後まできっちり使いたい人は下の方をつまんで振ると思ってた以上に使えます。歯磨き粉。最終的にはキルアシストではありますが、ウシャコフを撃沈しました。残り核爆弾が一つ余ってるので、隣のシュトルムにお裾分けします。鍋作りすぎた時みたいに言ってんじゃねえよ。船体が大きい船だから横からでも簡単に命中しますね。これで爆撃機の弾薬は底をつきたので、一度帰還させてその間に攻撃機で攻撃します。爆撃機は今のうちに補給とメンテナンスとバカンスを終わらせておいてね。帰還させてから本気の休みを取らせるな。残りはこのシュトルム一隻ですので狙いを継続。だが今回の攻撃だけで撃沈できるほど体力は減っていないな。いやこの攻撃機も結構火力高いし、いけないことないんじゃないかな。いけたら行くでしょ。それ行かない時に言うやつだから。ということで最後のシュトルムを撃沈して無事勝利。どうだったでしょう新しい爆撃機。今回の動画はここまでです。よかったらチャンネル登録とシェアをお願いします。 TikTok と Twitter のフォローもよろしくだぜ。リンクは概要欄に載せてあります。他にもいろんな動画を投稿してるから、よかったら見てほしいんだぜ。それではご視聴ありがとうございました。